あどうも、お疲れ様です。ありがとうございました。何の企画ですか？何なの？坂田丸親方。お二人なんでそんな仲いいんですか？なるほどね。なんか坂田ってしてたのよ。さくらんぼの交差点で。坂田って歩いてたら、うん、ボディッチで歩いてた。すごいもう。そんなわけないやろ！いやいや。どうなの？これは言っていいの？なんで仲良くなったのかみたいな。めっちゃ気になりますね。これは、ガチのやつを言うと、メガネ外さなあかんの。いろいろ設定崩壊するけど。崩壊し。ガチのやつやったらな、外します。おう！ついに話す時が来ましたね。岩崎智樹です。岩崎智樹です。まあ、言うと、まあ、小学校の時から、まあ、すごい。地元が一緒なんで、そうなんですね、もう生まれももう近くて、小中高一緒でしたよ、ほんまに。そうなんですよね。幼馴染ですか？実際に、クラスが同じになったのは、小学校の5年生ぐらいね。1年生の時とか全然知らなかった。で、5年生の時にクラス一緒になって、仲良くなったというか、一緒にその先生に怒られてたというかね。そうね。うん、そこから中学校も一緒で、血迷ってサッカー部入って。そこまでめちゃくちゃ遊んでたわけじゃないんかな。確かに。中高ちゃう？高校からやね。高校が一緒やったんですよ。工業高校で、滋賀県の。家も近いから一緒に学校行ったり帰ったり、学校終わってどっか一緒に行って、みたいな。なんでもない日常を過ごしてたけど、今から思えば、楽しかった日々やったなっていう。ほんまに勉強めっちゃ賢いんですよ。めちゃめちゃ賢いんですよ、実は。俺賢くないよ。高校で多分一番ぐらいのその工業。まあ工業高校やけど、まあ結構普通に総合学科でいろんな女子とかもいるし、全然普通にぐらいの高校でめっちゃ賢くて。で、まあ、半強制的に勉強教えてって言って、テスト前に勉強教えてって言って家来てもらって、頑張ってテスト期間に教えてくれてるのに、俺は無視してジャンプを読むっていう。めちゃめちゃ最悪だ。いや、なんか、普段どっかカラオケ行ったりボーリングしたりのメンバーではないし、俺はそんな行かんかったよね、そういうの。でも、ほんまに一番二人が会ってたのはテスト週間やし。テスト週間で、俺はもうテスト週間入ったら、テスト勉強終えてるんよ。あとは、復習なんですよね。復習は、一番いいのは人に教えることだと思って、復習がてら松井くんの家に行って教えるっていう。こいつ途中で寝るんよ。途中で寝るから2階から引きずり下ろしてる。ほんまに高校ちょっと行かれてたな、二人とも。こいつはなんか後半ぐらいからなんか急に頭のボルトの箱が外れてたんだけど、急に行かれ始めたからね、ほんまに授業とかで教科書とか読むじゃないですか。めっちゃシーンとこう読んどいてくださいみたいな。急に規制上げながら教科書をビリビリに破り出すみたいな。そんなのしたからね。おかしかったよ。やんちゃじゃないから。悪いことじゃなくて。講師やね。毎日二人で帰るときに、校門を出たら、松井が絶対お前叫ぶなよって言うよ。懐かしい。二人で帰って、校門出たら絶対叫ぶなよ、叫ぶなよ、叫ぶなよ、叫ぶなよってずっと言ってきて、俺が、ギャーって叫ぶっていうのを毎日やってた。そっから帰るっていう。そっから叫んでから帰る。物質のコンクリートの壁とかに水墨画って言って、普通に多いお茶をこう、水墨画。まあそれで、高校卒業して、お互い別々の道に、そこからはもう、しばらく会ってなかったんですよね。で、松井くんは専門学校に行って、僕は別の道に行って、で、YouTube をするようになって、まあ、久しぶりに連絡したら、まだやってるよ、働き出したって言うから、じゃあ、お願いします、みたいな。一回松井くんに切ってもらいたいね、って言って、それを動画にしたの。で、僕としては、いい関係だなと。地元で友達でいろんなやついて、工場で働いてる友達が多いから、たまに会って話すぐらい、何かこう、コラボレーションできんけど、こういう仕事をしてるから、仕事上でもお互いにコラボレーションできるっていうのが、なんか、いい関係だなと。思えてるんですね、うん、まあそういう感じですね。ほんまにまあ普通にリアルな感じですよね。ほんまにメンディーもでも一番最初チョコスモでジョン・レノが来てくれた時に何の要素を見てメンディーって言ったのかえメンディーみたいなノリを寄されて、うん、あちゃいますよメンディーじゃないですって一くだりがあって、うん、ホットペッパーとかもね名前とか僕載ってるんですけど、ふとパッて僕自分のスタイリストページ見たら松井メンディーに変わってて勝手にオーナーが変えてたそんなことあるって感じで、なんか最初は冗談でやってるからと思った。いやほんまにちゃんとメンディーで店長ちゃんとメンディーやからね、ほらほんまに名刺あるんですけど、こう名刺もメンディーやな。名刺もないやん。これまあまあ、なんかそういう美容業界の人とかなんかちゃんとした人に渡すとき、いちいちこの名刺やったみたいな。いや、メンディーなんですけど、じゃあもう突き通すもんね。まあでもほんまに授けてもらったかなって、まあ覚えてもらいやすいし、今まで全然自分のちゃんとした名前知ってる友達からもメンディーって呼ばれるんで、もうよくわからんけど、ほんまに。という感じでまあ、なりましたね。そんな感じの中で一応知っていただけたらなっていう感じで、まあまたこんな話も時々できたらいいかなっていうのはあるんで、じゃあ、さらちゃん閉めて。はい。今日はね、あんまり。ハンバーグ！